はい、いよいよこのエピックもですね、バージョン3にアップグレードすることにしました。これまではですね、一応その、まあ私がこのチャンネルを始めて、実験的にですね、いろんなテーマで、こう、まあ、エンターテインメント性を高めながら、皆さんにですね、こう、英語のコンテンツをお届けしようというふうに思ってやってきたんですけれども、そろそろ本格的に、毎日毎日継続的に、一定の仕方でですね、英語の学習を継続できるようなコンテンツのお届けを始めたいと思いました。やっぱりその毎日の継続というのが非常に大事になってくるんで、これをですねやっていきたいなというふうに思います。で、具体的にはまあ1日15分ぐらいのこの動画でですね、で、まあまず2部構成にして、まずウォッチングっていうのをやって、そしてリーディングをやるというふうにしたいんですね。ウォッチングっていうのは何かっていうと、これはもう聞くだけじゃなくて、こう見ながらね、つまりその喋ってる人がいたら、その人のこう顔の表情だったり、あとはその話されてる内容に関連する映像なんかを見ながら、やっていくとね、いう、そういうことですね。それでウォッチングです。で、リーディングはまあ、その、普通のリーディングですけれども、まあ、丁寧な解説を加えながらやっていきたいなというふうに思います。それではですね、今回はまあ第1回なので、本当に軽くだけですね、どういう雰囲気かっていうのを掴んでいただくために、ウォッチングとリーディングそれぞれのですね、中身をちょっと解説したいなというふうに思います。まずウォッチングですね。今回扱う動画ですね、このまあ大体1週間ぐらい、同じ動画でですね、やっていきたいんですけれども、ちょっと短くですね。まあ、1、2分ぐらいの幅で切って、で、毎回ね、その違う部分を扱っていくというようにしたいんですね。ですから、1週間ぐらいかけてトータルのまあ10分ぐらいの動画を見る感じですね。で、一番最初に使いたい動画は、アラン・ワッツというですね、哲学者の動画です。で、この人はまあ、20世紀の後半に活躍した人で、主にそのカリフォルニア、特にサンフランシスコのあたりに拠点を置いてですね、精力的に活躍したイギリス出身の哲学者ですね。まあ、もともとはイギリスでその神学者として、キリスト教のですね、教育を受けたんですけれども、そこからこう、どんどん幅が広がって、まあ、結果としてはですね、その日本なんかにも非常にその縁が深くて、まあ、東洋の思想、特に仏教と、それから道教、こういったその東洋思想を欧米の人々にですね、広く紹介するっていうことをやったんですね。で、まあ彼の先駆者的な人たちっていうのは、主に大体ですね、19世紀にすでにそのイギリス人とかフランス人で、まあドイツ人もですね、かなり東洋思想っていうのを研究して書物に出してたんですけども、アラン・ワッツっていうのは本当にその次の次ぐらいの世代の人で、こういろんなですね、講演会とか、それから映像作品を通じて一般の人々にですね、学者だけじゃなくて一般の人々に分かりやすく東洋の思想を紹介するということを生涯やった人なんですね。で、今日はそのアラン・ワッツさんの、動画ですね、まあ、話してる、喋ってる動画の、まあなんか、ある YouTuber が編集してくれたもの、10分ぐらいにですね、それを使って、ちょっとですね、やっていきたいなというふうに思います。まずはですね、とりあえず2分間ぐらい、2分弱ですね、このアラン・ワッツが話している映像をご覧ください。I suppose most of you are familiar with this old optical illusion.And you're asked the question, which of the three thick black lines is the longer? And I suppose one's natural reaction is to say, the one on the left. And I think you know that this is a result of the illusion of perspective. But this is an example of Maya, that word from Indian philosophy, which generally has the meaning of illusion.Or rather, illusions brought about by the acceptance of certain conventions of which perspective was an example. Now I think one of the conventions
by which we tend to be fooled more than almost any other, is time. And for all human beings, time is a matter of extraordinary importance. And perhaps this is one of the principal ways in which we differ from animals. Because man has been called a time-binding animal. That is to say, a creature who is vividly aware of the fact that his life moves, as it were, along a line from the past through the present and into the future. Animals apparently live pretty much moment by moment. They don't appear to have very strong memories, but because man has a strong memory, he is able to bear the past in mind and, as it were, cast it forward into visions of the future based upon what has happened in the past. はい、いかがだったでしょうかね。まあ、彼はそんなに早く喋らないっていうかね、非常に聞き取りやすいスピードで喋るのが特徴なんですけれども、これはまだ彼が意外と若い頃の、だから1950年代初めぐらいなんですかね、の、まあ、映像だと思うんですけれども、まあ、ここで話されてる内容というのは、その人と時間の関係ですね。まずその人間というのは非常にその、まあ、幻覚を持つ生き物だということですね。冒頭になんかその、要は目の錯覚の話がちょっとありましたけども。で、最も人間にとって大きなその錯覚というのはですね、時間だっていうんですね。で、つまりその人間というのは、非常にですね、他の動物に比べて高度な記憶能力を持つと。それであるがゆえに、まずですね、この時間の線ですよね。時間線を持つことができる。過去から未来へと続いていくこのライン上に自分の存在を位置づけて、そして過去を記憶できるわけですよね。忘れないで。で、その過去に基づいて、未来っていうのを、こう、まあ、想定する。で、それに対して準備するっていう基本的なですね、生き方が人間はできるっていう話なんですね。今日はそういうところをちょっと話しましたけども、それが結果としてね、私たちにどういう、ことを突きつけているのかっていうようなことが次回からの話になりますね。今日はまあ時間の関係であんまり細かくですね、解説はできませんけれども、まあ次回以降はね、明日以降はきちっとその動画の細かい部分でね、こういう言葉使ってますよとかっていうのを解説入れたいと思います。そしてある程度こう解説した後に、字幕付きでですね、改めて、ね、まあ答え合わせみたいな感じでこんなことを言ってたんですよっていうので、英語字幕付きの動画をまたその同じ部分ですね、見ていただく予定です。それで一応ウォッチングセッションは終了になります。じゃ今日もですね、まあ、せっかくなんで、字幕付きのですね、さっきご覧になった動画をもう一度見てください。I suppose most of you are familiar with this old optical illusion. And you're asked the question, which of the three thick black lines is the longer? And I suppose one's natural reaction is to say,the one on the left. And I think you know that this is a result of the illusion of perspective. But this is an example of Maya, that word from Indian philosophy, which generally has the meaning of illusion. Or rather, illusions brought about by the acceptance of certain conventions of which perspective was an example.Now, I think one of the conventions by which we tend to be fooled more than almost any other is time. And for all human beings, time is a matter of extraordinary importance. And perhaps this is one of the principal ways in which we differ from animals. Because man has been called a time-binding animal.That is to say, a creature who is vividly aware of the fact that his life moves, as it were, along a line from the past through the present and into the future.
Animals apparently live pretty much moment by moment. They don't appear to have very strong memories. But because man has a strong memory, he is able to bear the past in mind and, as it were, cast it forward into visions of the future based upon what has happened in the past. はい、リーディングですね。で、リーディングでは本を読んでいくんですけれども、皆さんお金をかけずにね、参加できるように、PDF を用いたいというふうに思います。で、PDF と言いましても、私の方で準備するんではなくて、すでにですね、非常に有名な、ポータルサイトがあって、そこからネット上にあるですね、いろんな著作の PDF 版をダウンロードできるようになってるんですね。ですので、今回はそちらで、まずですね、本のダウンロードする方法をご紹介したいと思います。はい。こちらがですね、今、ご覧になっていただいている私の動画のページなんですけれども、このね、説明欄のところに、全体を表示していただくと、リンクがあるんですね。さっきご覧になった動画へのリンクの下に、本のダウンロードページというのがあります。で、このリンクをクリックしていただくと、この有名なですね、PDF ドライブという、サイトに行くんですね。で、これは本当に広く使われているサイトで、有料なですね、コンテンツを多数、配信していますね。で、その中で、今回、まあ、後でちょっと説明するんですけども、How to Win Friends and Influence People という名著があるんですね。デール・カーネギーさんという人が書いた本なんですけど、これを使っていきたいので、これをダウンロードしていただきます。このダウンロードボタンを押していただいて、そうするとですね、このサイトの方で、この元のデータですね、状態がちゃんとその、ヘルシーっていうんですかね、ファイルが真っ当な状態かっていうのを確認して、それが済んだ後で、このボタンが出てくるんですね。で、ここで、いくつかこの形式があるんですけど、ファイルのですね。まあ、私は PDF を使っていて、多分多くの方々にとって PDF が使いやすいと思うんですね。ですから、この PDF っていうのをクリックしていただくと、ちゃんとですね、この PDF ファイルがダウンロードされるんですね。で、こちらがですね、そのダウンロードしていただいたファイルを開くと、こういう風になってるんですね。まず表紙があって、ずーっとこう、ね、本と同じですね。目次があって、ね、で、こうやって序文とかっていう風になってくるんですね。これ序文ですけども。という感じで本当に無料でですね、こういった PDF の本が手に入ります。で、これをですね、毎日、その私が指定した範囲を、予習していただいて、本当短い範囲ですけどね、辞書を使ったりして、それで予習していただいて、なんとか解読する。うん。で、何かこう、面白いな、ここが面白いなっていう点があったら、そこをですね、ぜひコメントに書いていただいたら、非常に嬉しいですけれどね。まあ、そういった予習をしていただいて、で、翌日にですね、翌日の動画の中で、私がまずですね、その、皆さんが予習してくださった範囲を、改めてこう読みますね。で、皆さんと一緒に読んでいくような感じですね。で、まあ、音読をして、そして、その、まあ、中身を確認しながら、使われてるですね、英単語なんかの解説なんかもしていきたいと思います。というわけで今回は初回ですので、まだ何も皆さんには予習していただいていないので、今回はですね、明日一番最初に、読むですね、範囲を指定させていただいて、で、ご覧になっている皆さんですね、明日までに、そこをですね、予習していただきたいと思います。最初はですね、これもういろいろ、まあ、この序文なんかも面白かったりするんですけども、もう、やはりですね、この本の内容、面白い部分にいきなり入っちゃった方が続けやすいかと思いますので、このパート1ですね。うん、この1っていうところ、ここに入っていきます。明日までに読んできていただきたいのは、まあ、本当に最初なのでね、あまりにも短いかもしれませんけれども、最初のパラグラフだけでよしということに、したいと思います。ですからこの、
On May 7th, 1931っていうところから、この West End Avenue っていうところもですね、本当に短いんで、もうすぐ読めちゃうと思うんですけれども、はい。で、英語がその今本当にまだ苦手ですっていう方は、こういうので本当にすごい時間かかると思うんですよ。僕自身が真剣に英語を学び始めた頃っていうのは、このワンパラグラフ読むのに数時間かけたんですよ。まず本当に英語苦手だったんで、すべての単語のですね、意味を辞書で調べたんですね。あとか、it's とかね、to とかそういうのも含めて全部調べたんですね。っていうようなことをやったんで、やたら時間かかったんですけどもね。ですから今これをパッと見て何にもわかりませんという人も、どうぞご心配なく、辞書を使いながら暗号解読するようなつもりでよろしいんで、ぜひですね、始めてみていただきたいと思います。はい。で、明日ですね、の動画の中で、このパラグラフの解説をしたいと思います。はい。というわけで、第1回ですね、どういう要領でこのエピックバージョン3を進めていくかっていう説明をさせていただきました。この機会にですね、本当にこれ毎日やっていただくんで、これだけですね、コンスタントに、続けていただければ、間違いなく英語力っていうのは非常に上達していきますね。ですので、ぜひですね、今どのレベルにある方でも、ぜひ参加していただきたいと思います。それではこれからですね、かなり長い間になるかもしれませんけど、どうぞよろしくお願いいたします。Depend on me.